はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、ウェプ主のピオタです。さあ、今回もやっていきましょう。エイプリルフール企画、7時4分の動画でございます。はい、僕自身もあと56本撮らなきゃいけないのかということで、ちょっと気が参ってきてますけども、始めましょう。うん、4本目でもう値を上げてちゃどうにもなんねえわい。5本目か。ん？何本目だ？もう上げ上がらなくなってる。7時4分だから。あ、もういいや。とりあえずやっていきましょう。とりあえず、これ、ラブレターをゲットして、840集めろということですね。なるほど。840。とりあえず、わかりました。840、貯めます。では、キャット。シャッルの、コロンですね。オーデコロンかな。とりあえず丸を伸ばして読むとシネルですね。シネルということですか。簡単にこの香水をかければシネル。風評被害も甚だしいな。終わるまでカットです。はい、ということで完了いたしました。やっと届いた。ラブレター？大人になったら結婚しようね。やっぱりこういう系統か。どうやら子供が書いたものらしい。紙の劣化具合からして結構昔に書かれたものらしい。大人になったら結婚しようね。もしかしてこの子供が美穂にラブレターを書いて指輪を渡したのか？でも、今から10年以上前の話だ。さすがにそれはないか。子供。あ、そういえば美穂の机の上に子供の頃の写真があったよな。やっぱりこの右端の隠れている子が誰か思い出せないな。でも、どっかで。そうだ、そういえば、ちょっと俺の部屋に行ってみよう。目にハイライトがちゃんとあるわ。すげえ、ここからここになるとは。おー、マジかよ。俺が死ぬ前の姿の美穂。むしろお前より可愛くなったんじゃないか。美穂、幸せになれよ。コンプリート 100% いきましたね。これがラストなのか。なるほどね。これを、俺のところにある写真を撮って、それで完了ってわけですね。わかりました。なるほどね。いやー、かわいいわ。変異を見ると、残念な方から、野原ひろし、美穂って感じですね。はい。じゃあ、思い出の写真をゲットして、これをね、また、ぶわっと集めて、最後かな？これで。見ていきましょう。カット。よし。これで OK でしょう。自分の部屋に幽霊として来るなんて変な感じだな。なんて考えに光ってる暇はない。早速探そう。ごそごそ。ごそごそ。やっぱりあった。これだ。俺も幼稚園の頃、同じ写真をもらってたんだ。おー、やっぱ可愛いの。右端の男の子は、一体。この指輪？なんで白黒写真なのに、そこだけ色ついてんだよ。犯人と、美穂の部屋にあった指輪と同じものだ。ということは、この子が犯人？結婚のラブレターも、この子の可能性が高いな。この子供は、一体誰なんだ？確か幼稚園の卒園前にいなくなったような。ん？写真の裏に何か書いてあるぞ。これは。え、マジで？まだ？嘘でしょ。うわぁ、何これ。写真に書かれた謎のメモ、写真と一緒にゲットしろよ。思い出した。はい、思い出してくれ。オッケーです。じゃあ、また貯めます。カット。よし。もうそろそろだ。
やっと行った。ああ疲れた。ひらひらひら。これなんだろう。懐かしい写真だな。小さい頃のタケル、かわいいな。確かこの右側が汚れていたはず。おかしいな、綺麗になってる。ん？裏に何か書いてる。すげえおかしいな、元のキャラクターよりめちゃくちゃ綺麗になってる。え、どういうこと？サトシが犯人？この字すごく歪んでるけど、タケルの字だ。マジか、ポケモンゲットだぜさんが犯人かよ。タケル？いるの？いるなら返事して、タケル。タケル、サトシくんが犯人ってどういうこと？サトシくんがタケルを殺したってこと？そうだ、ミホ、気づいてくれ。俺を殺した犯人はサトシだったんだ。俺たちは幼稚園の頃サトシに会ってるんだ。俺もその写真の裏にある当時の記録を見て気づいたんだ。2002年3月21日、サトシくんお別れ会。ミホちゃん、タケル、サトシくん。多分俺の母親が書いたものだろう。俺が死ぬ間際に見た犯人の金の指輪、それと同じものをしている男の子から子供の頃にミホは結婚を申し込まれていたんだ。そしてその男の子はサトシだった。サトシは子供の頃にミホに結婚を申し込んで金の指輪をプレゼントしていたんだ。自分とお揃いの金の指輪を。その頃から10年以上経った今、サトシは結婚の約束を果たそうとしているんだ。間違いない、犯人はサトシだ。ゲットだぜ。また登録していない例の番号からだ。多分かけているのはサトシ。ミホはまた無視するのかな。もしもし、ミホ？もしもし、やっと出てくれたね。サトシ君なの？電話の主は黙り込んでしまった。なんでタケルを殺したの？返してよ、私の大事な人、返してよ。どうやらミホさんはまだあいつに洗脳されているみたいだね。僕はそんなかわいそうなミホさんを助けてあげたんじゃないか。だってあんなに優しかった君が僕との約束を破るわけないだろ。幼稚園の頃だったけど、君は僕の指輪を受け取ってくれたじゃないか。君はずっとタケルに騙されていたんだよ。あいつは僕とミホさんの幸せを邪魔する悪いやつだったんだ。何言ってんの？私は幼稚園の頃からずっとタケルのことが好きよ。もうこれ以上私に構わないで。かわいそうに、洗脳がまだ強く残ってるみたいだね。少し痛いかもしれないけど、洗脳を解いてあげなくちゃ。大丈夫、怖くないよ。待っててね。あ、そうそう、僕今ちょうど君の家の目の前にいるんだ。え、まだあんの？ラリってる。なんか真ん中にいるおっちゃん、ラッキーチャンスのおじさんなことはわかるから、そこにいるとただのさ、ラリってる人たちの指導者みたいに見えるからやめてくれ。ではカット。カットしようかと思いましたけど、もう時間的に良さそうなんで今回はここまでといたしましょうか。じゃ、ここまでのご視聴ありがとうございました。次回このラリーサトシ、さんをどうやってやっていくのかっていうね、バカゲーですかこれというね。マジでちょっと自分で声やってて、うわこいつキモって思いましたけど、まあとりあえず今回はここまで。次7時5分のところでお会いいたしましょう。じゃあね。